バンコサンタンデールブラジルはスペインに本拠地を置くグルーポサンタンデールのブラジル法人である。グルーポサンタンデールの利益の約20%を稼ぎ出す。1982年の設立以来、本社をサンパウロに置く。食品メーカーの JBS を支援した。バンコサンタンデールブラジルバンコサンタンデールブラジルはブラジルにおける プライベートバンクの総資産残高において、イタウニ・バンコ、バンコ・ブラデスコに次ぐ3位の地位を占めていたが、ブラジリアに本社を置く会社エッケナミカ・フェデラルが、プライベートバンク部門を拡大しているため、現在では4位に転落している。バンコ・サンタンデール・ブラジルは、約900万人の顧客、3601の支店を、18194台の ATM を構えることで、 総合金融サービスグループとして活動している。2009年10月7日、バンコ・サンタンデール・ブラジルは、サンパウロ証券取引所に上場した。同時に、ニューヨーク証券取引所でも米国予託証券の形式で新規公開した。また、11月18日、クレジットカード事業への参入を発表した。リドカード、シエル・フォール・オン、サンタンデール・エクスパンション・コンサーン。 ブルームバーグ、2009年11月22日閲覧、ありがとうございます。